どうした？創世記の話が聞きたいのか？と言ってもわしもそこまで創世記に詳しいわけではないが、マリアのものならば、マリアの所持する創世記、その名をエンブ・ラビリスという、パルチザン型の創世記じゃ。あれの特徴はとにかく脆い。一度使ったら壊れると思ってほぼ間違いはないな。マリアの力が強すぎるのもあるが、あの武器自体が耐久性を全く考えていないんじゃ。とにかく所有者の力を際限なしにぶっ放すというコンセプトみたいじゃの。フォトンの発散が強すぎて武器が持たず、所有者の体にも相当な負担がかかっとるはずじゃ。マリアは平気そうにカラカラと笑っとるが、まあ、あやつらは無理するのが仕事じゃからな。わしにできるのは壊れたものを万全の状態に直してやることぐらいじゃよ。